ここの学校の規模が小さいからいいよって言われてから、大きい学校に行くの少し怖くなって、だったら知ってる人のところに行って、ちゃんと安全なところでこう勉強して、一緒に友達を作って頑張って卒業を目指そうっていうことを決めたから、ヘッソンカレッジにしました。もともと高校2年生の時に、カナダの方に1年間語学留学を高校からさせてもらった時は、かなり親はどうしようかなって思ってたっていうのを後から伝えられたんですけれども、今回はやっぱり2回目だっていうことで、結構行ってらっしゃいって、頑張ってくるんやでっていう感じでちゃんと送り出してくれた感じですね。本性はちょっとわからないですけど、でも多分、ヘストンカレッジの好きなところといえば、やっぱりその先生たちが生徒ととても仲良くて、授業の時でもわからないことがあれば質問すればちゃんと答えてくれるし、一対一でちゃんと教えてくれたりすることが多分一番の大きなところかなと思います。そしてやっぱりこのヘストンっていうところは他のところと比べてちっちゃい町になるので、みんなが知ってるから何か問題があったらその誰にでも相談できるっていうのが一番だと思います。就職先でどういうふうに人と関わったらいいのかっていうのを、やっぱりここでは教えてもらえるかなっていうのも、やはりヘストンっていうところがちっちゃいっていうのも先ほど言いましたけど、ちっちゃいっていうのと先生がとても生徒を一人一人大切してくれるっていうので、どういうふうにコミュニケーションを取ればいいかっていうのをここでちゃんと学べてます。初めて留学する人も2回目3回目っていう人も、初めての大学生活を送るのにはヘストンカレッジが一番いいと思います。